アレクサンドル・アレクセイエビジャブデイエフは、ロシアの政治家、外交官。ロシア連邦駐在フランス大使を経て、2008年5月12日から2012年5月21日まで、第二次、ウラジーミル・プーチン内閣の文化大臣を務めた。1968年モスクワ国際、関係大学を卒業する。英語、フランス語、イタリア語、ブルガリア語に堪能である。 大学卒業後、ソ連外務省に入省し、アルジェリアに赴任。1973年外務省本省勤務。1977年から1985年までフランス大使館勤務。二等書機関から一等書機関に昇進。1985年外務省欧州第一局長。1987年から1990年まで駐在力ブ武力大使。 1991年、エドワルド・シェワルナゼの下、ソ連対外関係省事官となるが、ソ連崩壊を迎えた。1992年、チューブルガリア大使。1996年、ロシア連邦外務時間を経て、1998年、第一外務時間に就任する。2002年3月、中仏大使に転出し、2007年、モナコ大使も兼務。 2008年5月12日文化省に任命される。文化省としては在任中、文化関係の資金を増額した。2009年から2012年の4年間で文化関係の国家支援費は25%増となった。海外との文化交流について交流年を設け、2010年に露仏交流年、2011年露西交流年、2011年露衣交流年、 2012年と2013年の両年は、独路交流年をそれぞれ設けた。サンクトペテルブルクに、ガスプロムが、都市再開発計画、ガスプロムシティを打ち出した際には、都市景観保全の立場から反対を表明した。2009年10月8日、ガスプロムシティの中心となる、マテンロウ、オフタセンター建設に反対を表明。我々の意見は、否定的である。私は、 文化大臣としてタワーの建設に反対である。私の意見は文化省の職員にも共有されている。我々はマテンローの建設を防ぐために断固たる処置を取る。文化省は文書の完全な法律的チェックを行った後、公式声明を出す。2009年10月、ロスオ・フランクル・トゥーラ・サンクト・ペテルブルク調査官に対して超高層建築計画が 法律違反であるという回答文書を送付した。2010年7月、ロシアの歴史的都市の認定に文化省として署名したが、モスクワなど開発が著しい都市についてはリストから外し修正を行っている。2011年初旬、メドベージェフ大統領補佐官のアルカジード・ドボルコービチと学生への奨学金給付削減をめぐり、芸術系短科大学及び、 総合大学への奨学金給付維持を主張し、対立した。2011年2月、会計検査院の業務非効率との指摘を受け、ロソフランクルトゥーラを廃止する。アブデー,エーフは文化財保護部門を文化省本体に移管し、文化財保護行政の強化を図った。2011年12月16日、日本におけるロシア文化フェスティバルの閉会式に出席するため、 来日した。2012年5月21日、ドミートリー・メドベージェフ内閣の組閣に伴う人事堂のため文化省を退任した。ありがとうございます。